それではトラック社のストラータを投球します。それではトラック社のストラータを投球したコメントいたします。トラックブランドがブランズイク工場に移行されて、今までハイパフォーマンスクラスというボールの発売はしておりませんでした。しかしながらもうすでに発売されておりますプルーフやプルーフパールなど、非常にハイパフォーマンスのボールといっても過言ではない、非常に完成度の高いボールはすでにリリースされております。今回発売のストラータは11月中旬に発売予定なんですが、新しいコアと新しいカバーストックを搭載して、プルーフの上を行くハイパフォーマンスクラスとして初めて登場いたします。カバーストックは QR11 ソリッドカバーストック、コアは新しいコアのストラータというコアが搭載されております。スペックですが、15ポンドで RG が 2.475、デルタ RG が 0.050、 そしてマスバイアスのついた非対称コアを搭載しております。投球したイメージも強いソリッドなんですけども、噛みすぎなくて非常にこう適度なスキットも感じられ、そしてバックエンドでは緩やかに大きなリアクションを感じることができたので、僕の中では痛めをちょっと多く使うような投球ラインが非常に魅力的に感じました。ソリッドボールというとやはりこうボーラータイプだったり、コンディション、レーンコンディションに、だいぶ影響されてしまって、なかなかこう、買う勇気が持てないというようなお客様も多いのかなと思うんですけど、今回のストラータに関しては非常にその辺のボーラータイプにも、レイアウトも含めて合わせやすい、そういうボールの動きに仕上がっているような気がします。ですのでやはりこう対応コンディションとしてもミディアムヘビーからヘビーオイルで、他のボールを寄せ付けないぐらい強さも感じますので、ぜひそういったレインコンディションでちょっと力不足に感じているお客様は、ぜひ今回のトラック社のストラータをお試しください。